第1巻が発売した記念すべき日ね。って正解の選択肢がなかったじゃない。まあそういうこともあるわね。さっきも言ってましたわね、それ。そう、気のせいじゃない。うー、さあ次行きましょう。次、以下略でござる。ちょっとワッシュ様、なんですのあれは。はーい、あやかちゃんも行ってらっしゃい。なんで私がこんな目に遭わなければいけないのよ。はあ、私が知るか。午前の授業が終わった。とにかく疲れた。もしよかったらお弁当一緒に食べませんか。え？天智、私と一緒に弁当食おうぜ。天智様、私のお弁当を。何すんだよ。あら、ごめん、遊ばせ。え、じゃあ、アイカさんの食べさせてもらおうかな。ありがとうございます、天智様。そんな、俺が俺を言わなくちゃいけないくらいなのに。アイカさん、何ですか、この黒いの。ニャンニャコ製のアルタイルショートカゲですわ。従来では重大珍味の一つなんですの。トカゲ。アイカさん、俺トカゲはちょっと。あ、ごめんなさい。私としたことが天智様の好みも知らずに。天智様に嫌われては生きていけませんわ。死にます。死にますとも。ちょっと待って、アイカさん、食べます、食べますから早まらないで。どうですか、天智様。おいしいです。天智さん、その料理は。あれ。天智様。あの料理は調理の仕方を間違うと強い睡眠作用があるんです。そうでしたの。で、どうしてあなたがそのことを。
ことが。もうダメです。なんとか午前が終わった。でもまだ午後があるんだよな。何もなく終わってくれればいいんだけど、やっぱ無理かな。とほほ。実験ですか？ええ、午後の授業は2時間通しで生物なんですよ。そういや、昼休みになんか騒ぎがあったみたいだけど、涼子、お前また何かやったのか？ええ、そんな、あたしがそんなことするわけないじゃない。あえか、おめえじゃねえのか？知らないわよ。だいたい騒ぎを起こすのはあなたか三星さんと決まってるでしょ。三星は納得できるけど、私がいつ騒ぎを起こしたってんだよ。あなたのいるところならいつでも起きてるわよ。涼子と彩香さんのいるところならの間違いじゃないのか。もうまたやってる。みゃーん。え、涼子。お前、勝手に学校に来たらダメじゃないか。にゃー、しょうがないやつだな。あ、もしかして騒ぎの原因ってお前じゃないのか。にゃ、まあいっか、それほど大きな騒ぎでもなかったみたいだし。そいつ、涼子って言うんですよ。どうやら津波さんのことが気に入ったみたいですね。天地様、そろそろ行った方が。そうですね、じゃあ行きましょうか。おい、天地、涼子は連れてかない方がいいんじゃないか。え、どうしてだよ。他の生徒に騒がれるかもしれないだろう。和習の授業でそんなことになってみろ。確かに。仕方ないな、涼子、しばらく外で遊んでてくれないか。さっさとその女から離れろよ。にゃー、にゃー、にゃー。
後で遊んであげるからね、お願い、りょうきちゃん。みゃん。あらあら、つなみさんの言うことならお聞きになるんですのね。りょうきのやつ、今日は飯抜きにしてやる。マサキ、どうした、血相変えて。どうしたってお前、教室が。は？なんだよ、別に変わったところなんか。待てよ、生物は和州さんの授業だったよな。ということは何か仕掛けがしてあるかも。天智様、どうかされまして。どうしたんだよ、さっさと入ろうぜ。どうした、涼子。これは。あんたたち、もう修行のベル鳴ってるのよ。あの、和州さん、ここ、まさか。ほら、わかる。そりゃわかりますよ。どこの学校にこんな部屋があるんですか。どういうことですの。何ね、ちょっとここの入り口と私の実験室を亜空間でつなげただけじゃない。つなげただけって、よろしいんですの、天智様。いいわけありませんよ。さあ、授業を始めましょう。あの、俺、急に腹が痛くなって。あらあら、それは大変。じゃ、授業の予定を変えて人体の不思議にしようかな。サンプルもいるし。治りました。あっそ、じゃ席について。はい。生物の授業は生物の進化について学んでいきましょう。いいですか。け、やってられるかよ。脅しだよな。ええ、脅しですね。脅しだ。なんか言った？いいえ、全然。よろしい。じゃあ続けるわよ。
これが今回の実験用の生物です。なんだろう、モグラみたいだけど違うみたいだし、ワシュさんの持ってきた生物だもんな。まともな生物を期待するのは間違いかも。あの先生。はい、そこ。その生物見たことがないんですけど。そう、この生物はついこの間見つかった新種なのよ。さ、早速実験を始めましょう。助手、亜空間透過式放射システムの用意を。はい。まずは DNA を変換させて細胞増殖の速度を速めてみましょう。じゃ、スイッチ入れて。わかりました。あれ、非常に危険じゃないか。ああ、かなりやばいぜ。そうですわね。じゃあ、隠れた方がいいな。巻き添えも道連れもごめんだからな。それじゃ隠れよう。さあ、津波さんも。あ、はい。あら、そこ、どうしたのよ。あらあら、こっちのスイッチかしら、それともこっちだったかしら。助手の先生はどうしたのよ。あは、食堂にいらした時代わってくれって言われたものですから。いいから触るんじゃない。そろそろだな。これかしら。あ、これかも。もう壊れてるわよ。あら、そうだったんですか。道理でちゃんと動かないと思いました。ギュイ。誰かその生物を捕まえて。その生物は空気中の酸素を浴びてると体質がどんどん変化していく性質があるのよ。なんでそんな生物を連れてきたりするんです。その生物を捕まえて。戻るんだ。
ち危ない。それはワシュが連れてきた生物なんだぞ。妙な説得力がありますわね。よし、アイカ、逃がすな。何よそのポーズは。アイカ、犠牲なしに平和は勝ち取れないんだよ。無茶言わないで。痛くしないから。やめろって、リョウコ。おい、リョウコ。キュイ。ちゅ、何よ、その、ちってのは。いや、逃げられて残念だなって。まったく見干したら。三星、ここにいるんでしょ。キアネ。ちょっと三星、どうしたのよ。なんなのよこの教室は。外に。な、なんなのよ。なるほど、そうだったの。そうなのよ。要するに見星が悪いわけね。それはともかく、まだ遠くに逃げてないはずです。手分けして探しましょう。でもあの動物、酸素に触れていると体が変化していくんでしたわよね。そうよ、どんな形になるかわからない。スリリングでしょ。ちょっとちょっと、もし大きくなってたりすると。街中パニックでしょうね。そんなことになったら殺されちゃうの。それも仕方ありません。これも人類発展のため。
ち着いて。このワシューちゃん特製の生物捕獲器を使えば一発よ。まあ、さすがワシューさん。もっと言って。あ、ちょっと待て、なんで最初からそれを使わなかったんだ。それはその、まさか忘れてたんじゃ。そうとも言うわね。そうしか言わない。じゃ、早速手分けして探しましょう。でも、捕獲器が3つしかありませんわ。2人1組で行動するしかないな。天地、行くぜ。え？お待ちなさい。なんだよ、あえか。勝手に天地様を連れて行くことは許しませんよ。なんだと？わかったわかった、この和州先生が平和的かつ民主主義的な方法を教えてあげるわ。おみくじ？民主的でしょ。民主的ってそんないい加減な。大丈夫よ。え？いいから、引いた引いた。あーし、決まったわね。なんでこうなるんだよ。そうですわ、私がこの人とペアを組むなんて。どうしてって言われてもね。まあこうなっちゃったのはまさに運命って感じだし、まあ諦めることね。そんな運命か。どうしたの、キアネ。なんでもないわよ。テンチさん。とにかく頑張りましょう。じゃ、頼んだわよ。どこに探しに行きましょう。そうですね。